2021年11月13日246ウエストより舞い戻ってまいりましたクリープハイプです。よろしくお願いします。
Thank you.
インターライブ最終日、クリープハイプです。ありがとうございます。ちょっとバンドは最後なので、ちょっと長くちょっと話させてもらってもいいですか。すいません。まあ、僕は部長という役職を、去年与えてもらって、部長という役職をこう役職に勤めてきたんですけども、その中でもやっぱり最初任された時はもう本当に不安でしかないし、正直、これまで仲良かった人とも部長という役職を経てちょっといざこざがあったりとかもして、その中で一つミーティングの話があって、ミーティングをこう、まあ僕らは結構コロナが終わって変革の時代といいますか、僕らの代からコロナを明けて本格的に全てが始められるよという時期になりまして、まあ、やらせていただくことは本当に嬉しいんですけども、その中でもやっぱりこうミーティングを10時半にしたりとか時間を変えたり、その中でミーティングって本当にズームじゃないとダメなのっていう話が出て、僕は対面でずっとやりたいっていう気持ちが中であって、でもこうやっぱり、まあ、僕もそのズームでできることは分かってるんですけども、やっぱりなんで対面にこだわった理由っていうのが強くあって、それはやっぱりその70人大体70人から80人の部活で、やっぱみんな一人一人の顔を見て、今ここにいるみんなの顔を一人一人僕は眺めながら歌っているんですけども、眺めると一人一人の顔に一つ一つ、一つだけじゃなくていっぱいたくさんの思い出がこの空間の中に広がってて、その空間、今できているこの空間はやっぱり土曜日煩わしいと思う時もあったんですけども、でもその 週に1回みんなの顔を見て、みんなに会って、みんなと、まあ、その間にその後にご飯に行ったり練習に行ったり、まあ、いろいろイベントを重ねていく中で、こう一人一人の一つ一つのエピソードができていって、この空間が出来上がっていって、そういう意味でやっぱ僕はミーティングを絶対に週一でやりたいな、対面でみんなに会いたいなっていう思いがありまして、まあ、そこは守れてよかったのかなとは思うんですけども、やっぱり、僕はみんなに結構ミーティング行くときに、僕ちょっとみんなよりちょっと気持ち早く行くように心がけてて、なんでかっていうと、その中でね、こうミーティングの前待っていると、談話室で一人で来て勉強している人もいたりとか、楽器の練習をしたりとか、そういう人が、まあ、いるわけですよね。最初なんで、まあ、その待ち時間が生まれるわけじゃないですか、練習前、ミーティングの前に。その中でこう、でもそれぞれがそれぞれのことをやってるんですけども、時間が近づくにつれてどん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 輪が一つになっていくんですよ。ミーティングの輪が、みんなで集まる輪ができるじゃないですか。その輪が自然とちょっとずつちょっとずつ集まって、最後一つの大きな輪になるんですよ。僕その景色が毎週すごく楽しみで、僕それを見るためにこの景色、名前を呼ばせてもらって、みんなの名前を呼ばせてもらって、顔を見て返事をもらって、僕その瞬間が本当に嬉しくて、みんなが元気でね、こう集まってくれる瞬間、それを見れるのが僕は本当に幸せで、これ本当に部長の特権だなっていつも思ってたんですけど、こういう今僕がこうやってここに立って、もう幸せエピソードというか、これまでの幸せな思い出をこう語られているのは、みんながミーティングに来て会って話して、その後にご飯食べて練習してお酒飲んで
いろんな思い出をこう一つ一つ作り上げていったから僕が今この話をできていて、この幸せをちょっとでもこう次につなげられれば、まあ、次もまたどん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 いい部活ができていくのかなと。この部活は絶対に永遠に続いてほしいし、本当に嘘じゃなくて、ここに立っているから言うわけじゃなくて本当に幸せであってほしいです。それがまあ僕の思いです。いつもいい景色を見せてくれてありがとう。そしてみんな多分1、2回生はこれから次のステップに進んでいくわけなんですけども、僕らも3回生同期、次のステップに進んでいくわけで、就職をしたりですとか、飲酒をしたりですとか、まあいろいろ各々ね進む道はあるんですけども、その中でやっぱりこう僕はありがたいことに隣にいるケントからバンドをやろうと2回生の時に誘ってもらったから、バンドを続けることが、まあ、できるわけなんですけども、でもそれが全員ではないというか、別にそれは一つの形であって、いろんな形があるわけで、この形をどうとかじゃないんですけど、でもやっぱりこうバンドはやっぱりこの今回で一旦ピリオドを置くというか、置く形になるんですけど、バンドを続けてほしいとは言わないんですけど、さっきも龍馬も言ってた通り音楽は続けてほしくて、それは本当に音を楽しんでほしいんですよ、みんなに。そして音を楽しんで、僕たち楽しんだじゃないですか、同期の皆さん。なんか夜集まってさ、好きな音楽共有し合ってさ、朝まで酒飲みながら好きな音楽 YouTube で流して、そういう瞬間、その瞬間の重なりが僕たちの体になってるじゃないですか。それを忘れないでほしくて、今が僕がいるのも皆さんがいるのも、 あの夜に YouTube を流して音楽を聴いて、朝まで聴いて共有して笑い合ってふざけて、そういう日々の重なりが今僕たちを作ってると思うんで、まあ一人でも晩酌をしながらでもいいし、何でもいいし、嫌な時に辛い時でもいいし、ベッド寝転がって何でもいいんですけど、どういう形であれ音楽を聴いて、ちょっとでも僕たちが楽しかったなという思い出をもう一度思い出してくれたら嬉しいかなと、やってよかったなと思うかなと思います。だから皆さんの音楽をぜひやめないでください。お願いします。
てくれないか。今は一人で歌いたいから、少し静かにしてくれないか。消せるということはある。